はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。モンスターハンターライズ引き続きね、今日はちょっとね、そう珍しいもん背負ってるんですけどそうガンランスでいきます。そうガンランスでね、ちょっとねガッチガチにね防御を固めてガンランスで行こうかなと思います。で、新モンスターを狩る予定なんだけど、これ何、お供加工屋のフクラ、こんにちは。ムーポンさんにゃ、ハンターになったにゃ、おめでとうなにゅにゃ、お供ブグなら おいらに任せてにゃ、今後ともますますのご引きをよろしくお願いしますのにゃ。ささやかなお祝いの印にお供のブグの生成で使う端材をプレゼントするにゃ。その端材を使って早速お供のブグを作ってほしいのにゃ。あー、アポロとマダララの武器が強化できますよと、そんな感じかな。お供加工屋とは、端材を活用し、お供の武具を生産することができる施設です。お供アイルとお供ガルク、それぞれの武具を生産することができます。また一部のモンスター素材を、端材と交換することも可能。だから素材から端材をもらうと。素材が余っている、端材が足りない場合は活用してみるといいでしょう。ほう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 。ハンターの装備を生産したときに端材の切れ端が出ることがあります。それを素材の切れ端が出ることがあります。それを端材と言います。お供の武具はその端材を利用して生産することができます。まあ、あれですよね、ハンターよりも、まあ、体ちっちゃいし、まあ、少ない素材で、まあ、作れますよみたいな、そんな感じかな。なんで余った部分で作りますよっていう、そういうシステムですね。集めた端材でぜひ新しいお供武具の生産をしてみましょう。おー、ガルク、アイル、ガルク。今何装備してんの?あ、これ。カムラガル。カムラガルセット。カムラガルの鉄塔。カムラガルの、首巻き。で、これ何?蔵?で、強さで言うとどんなもんなん?攻撃系統残。攻撃力50。あ、ハンターと一緒なのか。ステータス。あ、これは今合計のステータス。近接84。もともとなんか34の攻撃力あって、で、ねえ、これで攻撃力アップしてますよみたいな、そんな感じなんか。っていうか防御力125あんの?え?僕50ぐらいしかないぞ。お供の方が耐久高いんですけど、どういうこと?まあなんかそういうシステムなんやでとしか言いようがないんでしょうけど、でちょっと強い武器とかがあるっていうか、全然強い武器があるんやね。ただ攻撃力はやっぱりまあお供ですよっていうパワーなんですけど、いやそれでも大概なんよな。うーん、なんかいろいろ作れそうなんで、いろいろ作ってみる。いろいろっていうか、うん、なんかとりあえず強いやつ作れそうかなみたいな、そんな感じなんで、なんかおすすめないかな、わからへんな。なんか下手に属性つけるとなんかその属性効かない的にはちょっときついよみたいなあったりするんかな。毒とかいいんじゃない。毒んのかな、わからん。毒るんかわからんけど、毒の武器持たすとこかな。これ素材ある。あー、端材2。はい、装備 OK で、防御力もなんか上げれるみたいなんで、なんかちょっとキメラになっちゃうけど、いろいろ装備させてみる。これとか。おー、すごいなんか硬そう。ガッチガチ。うわ、お揃いになった。ちょっと待って。ポケットモンスターシールドや、これ。ザマゼンタやん、これ。すごい。すごい。ポケモン。完全にポケモン。もうポケモンにしか見えへんようになってきた。これで剣かぶるんか。これで剣加えるんやったら、あれですよね、なんかもうザシアンとザマゼンタの融合体みたいな感じになってる。すごい。よし、じゃあポケモンセットでいこうぜ。で、アイルの防具も作れるらしいので、威力50、80、まあちょっと強いよと、そんな感じよね。ただフロギーは素材がさっき使っちゃったのでないので、どうしよっかな。なんか、あんまなんか、属性ついてない方がいい。爆破属性はいいんじゃない？ダメかな？あ、麻痺ある。麻痺つけとこうぜ。麻痺。これ。はい。装備。しかもなんかこの武器可愛いしね。なんだろうね。なんかステッキみたいなね。なんか、ロッド。可愛らしいね。装備が付
作れましたが、あとはじゃあね、どうしよっかな。こっちもボロスにする。おー、頑丈そう。こんな重たいの着せるのにゃみたいな感じで、今ちょっとなんか嫌そうな感じで見てなかったか。ね、気のせいだったらいいけど。わー、すごい。すごい。ザマゼンタや。完全にポケモンや。よっしゃ、じゃあこのなんかね、剣立ての状態でいきますか。その前にちょっとなんか話だけ聞いていくか。やあ、ムーポン、狩猟頑張ってるみたいだね。お供ガルクも利用してくれているかい。お供もちゃんと頑張ってくれてるよ。活躍している君の話を聞いたら、私もなんだか落ち着いていられなくてね。新たな猟犬具の開発を始めたよ。ただいきなり作り始めてしまったから、あ、素材がないと。素材持ってこいと。君にまだ渡せていない猟犬具があるから、それが今回、君へのお礼とさせてもらう。まあ、ドラグライト鉱石は持ってないです。で、こっち。カゲロウさん。サハラの地でも、まあ、サブキャンプできるから、ちょっと、ね、素材用意して、素材あるわ、全然。ちょっと待って、それは渡す。こんにちは。の日以来。はい、ドドン。ありがとうございます。これで設営に取り掛かれます。次にムーポン殿がクエストに出かける頃には利用できるようになってる。ということは、今、サハラに行くと、サブキャンプができてますよと。おー、サハラのサブキャンプ2。あれ ?1? あれ ?2?1? まあいいや。よし、じゃあ、アイテムも別に買う必要はないので、このままじゃあクエスト受けてみましょうか。磯根ミクに、磯根ミクに行ってみる。こいつ何、水っぽい。ちょっと待って、なんかね、ボロスがなんか戦いやすい敵にしない。水ちょっと苦手か。雷、火も苦手なんですよね。むしろ雷と流体性以外ボロクソみたいな。ちょっと待って、ボロボロじゃね。むしろあれですよね、なんかセットで揃えてたら確か耐性ついてるんですよね。全耐性3かなんか。ちょっと待ってよ、ステータス見て、水がマイナスに、雷にめっぽう強い、ただそれ以外はって感じなんですよね。まあでもあれか、水、雷、氷はいけるって考えるといけるんちゃう。火じゃないでしょこいつ。魚っぽいよ多分。水じゃね、水毒かな。人魚流狩猟、人魚っていうことはよ、多分水でしょ。よし、これでいこう。ポポンで、お団子食べて出発。よし、お団子も食べて、あ、1個発動せんかった、1個発動せんかったけど、行くぞザマゼンタ。違う、完全に違うけど、マップどこやったっけ。ちょっと待って、寒冷群島か。ちょっと待って、寒冷群島氷じゃない、大丈夫。まあでも氷は大丈夫、氷もそんな苦手ではない。炎以外は基本的にいけそうっていう感じなんで。お、あ、でも水中っぽい。めっちゃ泳いでる。せせらぎ抱いて遊園と惑わしざなう子守歌。人魚、人魚結構龍やな。でーん、人魚竜、あー竜やな完全に。これもしかして音爆弾必要やった。支給品に入ってるでしょ必要やったら。あー、いるやつ、いるやつ。やったらね、ここちょっと惜しまずに音爆弾持ってるっけ。そもそも待って、あ、ちょっと支給専用オート爆弾なくなった。ちょっととりあえず持てるだけ持って。没収された、ここ入ったらなくなる。ちょっと待って、なくなんのマジで。うわー、補充どころか減ったんですけど。くやっ、あ、あるあるある、全然あるわ。なんか見間違えでした。ピピユ、あ、ピピユ拾えんかった。とりあえずハテナ2匹おるな。
ここのマップで知らんモンスターが2匹いますよと、そういうわけか。結構珍しい。でもまあ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 、まだまだ寒冷群島もね、慣れたと言い難い、慣れたとは言い難いね、状態ではあるので、まあまあ、知らないモンスターがいても不思議ではないよと。ガブラスが飛んでるのは横通る。横カッコ下通って、どっちかな、左かな。珍しい生き物どれ？どれ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 ？いない、いない。なんか多分高いところ登らないとダメっぽかった。おる！あー、ベリオロスや。ちょっとちょっかい出していくか。こんにちは。ガードできるんですよ、それ。まあ、ガードできるということをアピールして、ちょっとどっか行こう。バイバイ。ベリオロスじゃないんだな、今日は。でも結構近いからすぐ合流しそうなんですよね。ピピユ！おる？おる、おる。結構優雅に泳いでる。あ、ちょっと、すぐ吠えられた。ズルじゃん。あ、ガードした。ちょっと待って。発砲、発砲、発砲。外したか？外したね。一番大。うっ、なに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 ？何今の？もしかして、ガードしてなかったら、眩しい眩しいってなってた？わかんないや。ガシーン。スン、スン。毒がチラチラ効いてそう。まあでも、毒らせるまで、別にダメージは入らないんだけどね。おお、そんなに？それ爆発するやつやろ、絶対。外した！さっきから大技だけ外すんだな。まあ、そらそうか。そう甘くはない。ジャキーン！どういう攻撃するの、それ。よくわからん。よくわからんが、リロードする。打ち込んだ？外した？リロードするっていうか、どっか行った。よし、なんかすぐ逃げたんで、すぐに追いかけましょうか。砥石、砥石、砥石の出番だ。で、こっちっぽいよね。ピピユ。で、今のところ潜ってる感じとかないから大丈夫そう。ふっ、あ、ノートしちゃった。何それ、何それ、何それ。しかしガードできる。外した。ふい。あら、ひょい。しかし諦めずにツンツンツンで。外した。今日当たんないね。結構こいつ細くて、ちょっと横ずれてしまうかもしれない。そんなことない。なになになに、あー出た。それ結局ようわからんかってんな。お、なんか大技使ってきそうやったけど切るんだ。ふっ。ガード待って、暗い。さあ打ち込んで、パン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 、ドーン。よーし、いいぞ。ガンランスはこうでなくちゃ。何気に何も考えんと火の武器持ってきたけど、実は有利なのかな。そんなことない、そんなことある、わからん。ほっ、外したか。あ、入った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 。ドーン、ズドーンして、ちょっと待って、ひるんでる。決めてやるぜ、いくぜ、ドーン。えぐ、いいダメージ。ほら、パン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 、ドーン。よし、いいぞ。ずっと転んでる。ほい、よし。で、
なんか捕まえてる、えらい。ちょっと待って、結構こっち来る。あー眠らされるのか、それは。助けてアポロ、助けて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 、アポロもまだ、アポロも寝た。くっと、落とし物拾う、落とし物拾って回復、チピーン、みんな回復だ。大丈夫アポロ、大丈夫じゃなさそう。ほっ、外したか。さすがにそう連発では決まらない。ただそれ何、そうピカーってするやつ。おおしよしよし、防げるやん、いいぞ、全然問題ない、バランス強い。ほっ、外したか。お、あーそれで移動すんのね。オッケー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 、追いかけていこう。なんかすごい上向いたまま泳いでいくねんな、変な感じで。切れ味をマックスにして、今のところ回復は飲む必要はなさそう。だいぶ余裕がありますね、さすがガンランス。まあ立ち回りが硬すぎるというのも過言ではない。そもそも耐久が高い。あでもそっか、さっき回復飲んだわ、よう考えたら。眠らされた時にちょっとね飲みましたもんね。お暗い。さあパン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 、ドーン、よーしいいぞ。こいつ尻尾切れるんかな、さすがに無理。うわ出た、横向かへん、大丈夫大丈夫。暗い。さあ埋め込んで、どこ行った、え飛んだ、そっちか、一気に回ってったね。リロードする。そうこのゲームボウガンがもうなんか勝手にリロードするから、基本的にこうがっつり意識的にリロードする武器は実はこの武器とチャージアックスぐらいなんじゃないかみたいな、ね、そういったところあるんですけど、やばそれ、それやばい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 、ちょっと待って、うおー何それ。一旦距離を空ける。なんか爆破、なんか火みたいなのついてるけど大丈夫これ、何中、何やられ、わからんわからんけど、催涙ガスが、あー届いてしまった。アポロ助けて、アポロ助けて、助けてアポロちゃん、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 アポロちゃん。いやーしっかり吹っ飛ばされたが、あーバギーこんにちは。ただバギーさんは特に興味ないが、あそっちがやられるんかい。まあ乗せてもらいましょうか。さあでどこ行った、バギー、バギーさん、バギーさん、あいる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 、こんにちは。交換、交換だ、よしで切り替えてそっち乗る、よし今のうちに転んでる間にボコボコにするか、見せてやるぜ、テイテイ、威力が、あーでもまあまあまあ58出せれば十分よね。いけ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 、ほらよーしいいぞ、いくぜ必殺。何すんの、あそう眠らせるんやった、あちゃうわこいつ、あそうやね眠らせるよね、眠らせるので、ちょっと待ってよ、決めてやるか、近づいてぶちのめすぜ、おわえぐ、ガンランス強いいね。でいっぱい落とし物あるんでどんどん拾って、で剥ぎ取りだと、うん、いやー一時はね眠らされた時はちょっとねアポロに見捨てられたと思ったけど最後は気持ちよく決まりましたね。いやなんか流撃法、激流法、流撃法、流撃法なんか強くなってんのかな。なんかねこの武器生放送で試しに違うモンスター狩るとき使ったんですけど、なんか流撃法でその時も決めたんで、なんか最後の一撃かなり強くなってる説ない、そんなことない、いやわかんないね、わかんないけど、まあ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 ね、今回は眠ってるところにねサクッと決まりましたが、いやいいねガンランス、爆発力がある、やれやれ、あー
やっぱりザマゼンタポケットモンスターライズ。よし、で素材が初めての素材いっぱい出てきた。やったぜ。新モンスター狩るとこれが嬉しいんですよね。で骨とか骨とかマカライト鉱石だ。やったぜ。でヒレとウロコ、なんか尻尾とか破壊あったんかな、ちょっとその辺はよくわかんないが、しっかり素材もいただいて帰りましょうと。うん、まあ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 ね、ちょっとわからん攻めが多かったけど、あ、結局あの飛ばしてきた破片は何やったのか、多分爆発するんやろうなと思うけど、なんかずっと残ってたし何やったんやろみたいな、そんな感じではありましたが、まあ無事突破できましたね。さあということで今回はね、そう、珍しくガンランスを使ってねザマゼンタとともにイソネミクニをね、イソネミクニかな、討伐に行きましたが、まあね、次回は、そう、今回新モンスターでしたけど、次回はおなじみのモンスターが登場するかも。わからん。わからんけどね。ということで、また次回もお会いしましょう。ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。